にちは、バイエンドです。今日も一日お疲れ様でした。実は私今イギリスに来てます。事前に言ったりもしてなかったのでびっくりした人もいるかもしれないんですけど、順番がちょっと前後しちゃうんですけど、別の動画で出そうかなと思ってるので待っててくれると嬉しいです。好き酒と嫌い酒ってどういうところで違いが出ますかっていうのめちゃくちゃ来るんですね。こういう時って好き酒するよとか、こういう時嫌い酒するよとか、どういう反応するかとか違いいくつかあるので、今回もバイエンド調べでやっていこうと思うので、気になる方は見てみてください。〇〇のこと好きなのと聞かれたら大げさに否定しちゃう。これめっちゃある。友達とかに、バイエンドってさ、もしかしてたかしくんのこと好きって例えば聞かれたとしたら、いや全然好きじゃない、そんなわけないじゃんって、もうなんかすっごい否定しちゃう。意識してるからこそやっちゃうっていうか、余計に否定したくなっちゃうんですよね。これってなんでなんだろう。自分の中でちょっと認めたくないみたいな風に思ってる人ほどやりやすいのかなって思います。これに関しては〇〇くんのこと好きって聞くその友達役が必要になるんですけど、大げさに否定してきたら逆にちょっと意識してるんだなっていうのは絶対わかると思う。実際に会うとあんまり話せないけど LINE は話せる。これも本当にそう、なんかすごい損してると思うんですよ。なんか今話せたなとか、もうちょっと長く話したかったなとか思うんだけど、でもできないんだよね。本当に意識しちゃって、結果的に変な風にすごいしちゃう、その会話の雰囲気。あんまり話せないんだけど、好き酒だから LINE とか面と向かって話せないところでは話せるっていう本音を出さなきゃと思って話せるようになるとか、なんかそういう感じがすごい私はする。次では会うけどそらしちゃう。いや、これめっちゃわかる。これやっぱみんなやるんだな、私だけじゃなかったんだ。なんか私も結構好き酒しちゃうんですよね。その時に結構これめっちゃある、ね、最初はこっちが本能的だから、素敵みたいなで、やった時に、あ、私今気持ち悪い人って思われてないかなとか、なんかこの人に好きってバレたらどうしようとか、なんかそういうことをこう思っちゃう。ちょっとできづらいっていうか、そうしちゃうなって思います。で、そらすっていうのがこうすごい重要っていうか、逆に確信犯だと思います。あんまりそらされたなとか、なんかそういう風に思ったら、それ必ずしも好きかどうか分かんないけど意識してるんだなみたいな時にやっぱこれってやるのかなと思います。わざと返信をちょっと遅くする作詞ですねやってる側からするともうこれ完全に、なんて言うんだろう、自分に意識させるために LINE にあんま興味ないですよ、異性とかあんま興味ないですよ、がっついてないですよ、私感をこう出したいみたいな、これはやるんじゃないかな。気になる人であればあるほど、私はもうあなたにはがっついてないんで全然普通にフラットに扱ってください、みたいな、そういうのをこうアピールしたい時ほどちょっと遅くする。ただ1日以内には返すとか、工夫みたいなのを入れたりとかはするんじゃないかなって思います。次行きます。自分から行けないけど来られるとめっちゃ嬉しがる。これさ、確かに そうなんですよ。そうなんだけど、やられてる側は分かんない。分かった。多分これやられてる側が好き酒か嫌い酒かを見分けるだったら、正直誘ってみるしかないと思います。露骨に嬉しがるっていうタイプのいれば、その予約としてのなんかスケジュールを早く決めようとする人とかもいる。これはどっちもされた側からすると嬉しがってるっていう証拠だから気になってると思います。でも例えばこれがなんだろう、はーいみたいな、わかりました、曖昧っていうか、誘ってきた側の方から全部スケジュールとか組んであげないと相手乗ってこないとか、それレベルだったらそんなにこう好きとかじゃないのかなっていう可能性の方が高いと思います。やっぱ好き酒の時ってそのこっちも望んでたことだから、もう楽しみの仕方がないんですよね。連絡をできるだけしていつ会うとか、何するとか、なんて言うんだろう、前のめりになって聞くみたいな、そういう姿勢が嬉しかったらするはず。逆に誘ってはいとかって言ってる人、もしかしたらなんか伝えてもいいと思ってる可能性も全然あるかなって思うので、どういう返答が返ってくるかとかで見てもいいのかなって思います。ここまで聞いたとしても、それでも好き酒か嫌い酒か分かんないみたいなってあると思うんですよ。で、なのでこれは確実に嫌い酒の方に入るよっていうものをいくつか紹介します。まず
周りにも無理って言ってる。もうこれはこれはもう確実です。その人 の, その友達とかに、いやなんかあの人 無理なんだよねとか言ってたらもう確実言ってることっていうのがあるんですよ。これ特に女子の話なんですけど、基本軸が自分の感情をシェアしたりとか、なんかどっかにあるんですよね。スキャンダル的な話だったりとか、最近誰々さんが誰々さんのこと好きとか、なんかそういうゴシップみたいな話とかもやっぱすごい好きだし、自分に矛先が向く話とかをするのもやっぱなんか好きだから、〇〇さんどうとか聞かれたらうーんみたいな反応したりとか、逆にあこの人結構好きだよとか言ってもやっぱ結構することある。確かめてくれる人が一人かまあ二人必要かもしれないんですけど、周りに言ってる場合だったらもう確実にそうですね。で次、はい、大体一言でメッセージ返ってくる。これは本当にそうだと思う。男性よりも女性の方がメッセージのやり取りを面倒くさくないと思う人はやっぱ多いと思います。多分そもそも その考え方みたいなの違いもきっとあるんだと思うんですけど、あくまでも傾向でしかないと思うんですけど、男性って LINE イコール連絡手段っていうか、例えば〇〇のどこどこの〇〇に何時に集合ね OK っていうのがもう分かれば終了みたいな風に思う人とかっていうのも結構いると思うんですけど、なんか女子ってちょっと違くて、連絡手段 もちろんそうなんですけど、じゃあ実際に時間に合うまでにいろんなこと話してたいとか思ったりするんですよね。 SNS とかで男子あるあるとか回ってきた時に今の言ったようなことを見て私は結構びっくりしてます。え、男の人にとって LINE ってそういう感じなんだってなんか結構思うことがあるんですよ。なのに女子がもう一言で全部終わらせてくるって、もうほぼほぼ確実に LINE とかは別に続けたいと思ってない人にしかそれってやらない。例えば送った側が3行4行とかで毎回送ってたりとかしても、必ずもう1行とかスタンプとかで返ってきたりとか、そのレベルだったら嫌いかどうか分かんないけど好きではないっていう状態なのかなって思います。女子側からもう行くねバイバイと切り上げの言葉を言ってくる。さっきの LINE のにちょっと近いかもしれないんですけど、ご飯食べてる時とか2人で話してる時、もう行こっかとか、あじゃあバイバイとか言ってくるって、あんまり気になってない人にしかやっぱやらないのかなと思います。やっぱ大体はあまだ痛いとか、この人と話せるなら話したいなとか、そういう風に思う。例えばもう100歩譲ってめっちゃ早く帰りたいなとか、正直ちょっとこの場しんどいなみたいなことを思ったことがあったとしても、相手が帰ろうって言うまでじゃあもう待つみたい なんかことをやっちゃうので、言える人もいるかもしれないけど、それでも言うっても相当だと思います。なのでこの後半で言った3つのどれか、あるいはまあどれもをやってこられた場合は、この人から今好かれてるってわけじゃないんだなと思ってもいいのかなって。ということで、好きだけと嫌いだけは難しい。やっぱり人間ってこの人のこと好きだなって思ったらバレたくないと思うし、でもそれって逆もしかりで、この人のことあんま好きじゃないなと思ってもその感情もバレたくないじゃないですか。ちょっと難しいかもしれないんですけど、もしなんかこう参考になるものがあったら参考にしてみてください。ただね、なんか私ちょっと一個あるのが、嫌いだけだったとしてもそんなに落ち込む必要ないのかなって思ってて、多分この動画見てる人ってそもそもなんで嫌われてるのか分かんない人の方が多いと思うんですよ。確実に嫌われたなっていう瞬間がある人はもう嫌い酒とかじゃなくてもう分かってると思うんで、相手にまだまだ自分のこと知ってもらってないっていう状況で嫌われてる可能性あるっていう人は、なんて言うんだろう、その挽回するためにこれから頑張っていこうと思えばいいだけなのかなって思ったりもするんで、どっちの結果だったとしてもそんなに落ち込むことはないのかなって思います。はい、ということでこの他の動画にもいろいろ発信をしてるのでぜひ見てください。今日の動画は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。バイアンドでした。バイバーイ。僕はまだ気づいてないだろう、君から